1月24日水曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで、今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン、きまみです。おはようございます。野村国丸です。おはようございます。鈴木純子です。水曜日のコメンテーターはジャーナリストの二月ひろたかさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日はいいお天気で、このスタジオにも日が差し込んでいますけども、しかしまあ気温が今浜松町で 5.4 度、低いですから。寒いですよね。寒いですよね、はい、ですんで、まあまだ路面凍結のところがあちこちあるんでしょうけども、はい、リスナーの皆さんも結構多くの方が雪かきをされたと思います、うん、私もあの当然のように、玄関にあの雪かきのスコップが置いてありましたね。やれってことなんですよ。あ、もう準備してくださいね。はいはいはい、やらせてもらいましたけど、うん、近所でみんなこう出てくるんでやってるんで、うちだけちょっと後でっていう雰囲気にはならないですよね。ならない。そうか、うん、一軒だけそこだけあると武将なうちがってなっちゃうんだ。なんでしょうね、うん、それからあのそのお住まいの方の年代が大体同じぐらいならまだいいんでしょうけども、うん、うちなんかの場合ビバリーヒルズでね、古くからの超高級住宅街ですから、あの要するに、お年寄りが多いんですよ、うん、そうなるとそのお年寄りの お宅の前の雪をじゃあ誰がやるんだってことになると、うん、まだらになっちゃうんだよね、うんうん、そこだけはちょっと雪残ってる。で昨日一応あのうちの前の、うん、私ずいぶん若い旦那が、大変ですね営業職って、うん、朝4時から取引先の雪かきをずっとやってたんですよ。で4時ぐらいですか、やっとうちの雪かきができますよって言ってますね。朝4時からやってる、一日中うまいのだから。あ、もう容量がもうカンコンピシャカンコンピシャジャーって、これがまあ見事なもんでしたね。まあそのね、若い旦那と一緒にあの隣のうちもちょっとこうお手伝いさせていただきましたけどもね、まあ今あちらこちらの高速道路でもいまだにまだ首都高もね、ちょっと麻痺状態に近い感じになってますんで、今日のメッセージテーマ、雪その後。雪その後、まああの年にね大雪降るってそうそうないんで、そのたんびに備えは一応スコップとかは買っておくけども、うん、それ以外例えば融雪剤とか売ってるんですけど、どうしようかなとかね考えちゃうところありますよね。まあね、あのまあお家の前もあるんですが、通勤通学ですよね、はい、おとといのすごい混みようというかですね、はい、まあ私の勤めるとこももう夕方4時で早く帰ってねって言うんですが、4時に帰る人がいっぱい今度集まっちゃうっていうね。ところ時間差攻撃、それでもあれだけ降っていく、昨日は昨日で皆さん早く出られたと思うんですけども、やっぱり凍結しているところがある。そんなに長靴持ってるかってそうでもないしね、革靴の平べったい靴底でやっぱ滑るしね。で、あのバスのチェーンはいつ外すんでしょうね、あれ、はい、バスによるですよ。そうですね、あドライバーさんに裁量を任せちゃってるのかね。路線によるんじゃないですか。路線でしょうね、はい、あのここずっとないよな雪ってとこでもチェーン使ってるけども、そこはちょっとその幹線道路から外れたところを走る予定のバスはドライバーさんにやっぱ任すのがね、うまいもんですね。チェーン外すの見てましたけど、昨日ずっと暇ですね。神奈川中央交通淵野駅前で、でも NHC なんかでもチェーンを巻いてっていうけど、じゃあ果たして皆さんチェーン持ってんのかなというね、チェーンの巻き方だってそれなりに技術いりますからね。そうですね、私はジャッキアップもよく昔やってましたけどね、ジャッキアップしなくてもできるんだってけど、ジャッキアップしないでやってたら緩む緩む、まあスタッドレスタイヤっていうのは今ありますからね、はい、でも過信しちゃいけないってこともあるでしょうが、うん、雪その後ということで、うん、今町は雪景色になっていますが、その辺での昨日に続いて引きこもごも、はい、
いいこともあれば、はい、ね、辛いこともあるということで、うん、リスナーさんお一人お一人の雪その後教えてください。それから、後で純ちゃんに紹介してもらいますけど、日本海側はもうこれは記録的な大雪になってますんで、はい、ご実家がある方で、うん、ご両親あるいはもうね、お父さんだけお母さんだけ、はい、おじいちゃんだけおばあちゃんだけの方はちょっとこれ心配でしょうな。北陸は24時間で最大1メートルの積雪が予想されていて、さらにその先の24時間で7、80センチということなんで、2日で170から180の積雪の可能性もあると、ありますね。ですので、まあ、これから行かれる方もそうでしょうけど、はい、ふるさとが日本海側って方はちょっと心配でしょうね、はい。雪その後でファックスメールお寄せください。ファックスは03-5403-1151、 5403-1151。メールは japan@joqr.net、 japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。メッセージをいただいた方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントいたします。今朝の鉄道の情報です。秋田新幹線小町6号は大雪の影響により現在最大30分程度の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他の JR 私鉄各線はおおむね平常通り運転しています。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、辰木さん今日は、はい、草と白根山の噴火の出口から金融緩和の出口まで、はい、3台お願いします。そして10時台11時台の極みシアター、今日のゲストは2018年最初のご出演、月一レギュラーご意見番の小倉智昭さん。いつものようにフジテレビで特ダネの生放送が終わって文化放送に向かってきますが、道路の状況大丈夫ですか？レインボーブリッジは今今日通ってますけどもね、まあいらっしゃるでしょう。はい、見ていただきましょう。最近気になるニュース、そして来月開幕の平昌オリンピックについても語っていただきます。さらに12時過ぎは5つの極み、水曜日は洋楽ジャパン X、 今日は萩原健太さんが登場します。知られざる70年代英国シンガーソングライターズをお届けします。国丸ジャパン極み午後1時までの生放送です。 FM916 AM1134 でお楽しみください。最初のコーナーは深読みジャパンです。1月24日水曜日、時刻は9時8分です。文化放送、国丸ジャパン、極み、深読みジャパンです。水曜日コメンテーターは、二月弘隆さんです。このニュースから参ります。昨日午前に起きた群馬県草津町の草津白根山の元白根山の噴火で、警察や地元消防などは今日、噴石や灰が降り積もった草津国際スキー場で現場の状況を確認します。また国土交通省は専門家3人を派遣し、灰の降る範囲などについて上空からヘリコプターで調査します。噴火は昨日午前9時59分ごろ発生し、麓にある草津国際スキー場で雪上訓練中だった陸上自衛隊の49歳の男性隊員が死亡したほか、他の隊員7人とスキー客ら4人の合わせて11人も重軽傷を負いました。いずれも噴石による被害とみられます。これ当初情報が錯綜していて、まずはあのスキー場で雪崩が起きたっていうのが第一報で、その後も本当に時間を置かずに、今度は噴火したっていう、関連性は何だ、まあ、最終的にはあの噴火があって噴石が飛んで49歳の陸上自衛隊員の方がお亡くなりになった、これはあの
あの大きな噴石が、まあ、体直撃したんじゃないかということなんですが、はい、まあ、いずれにしましてもこの元白根山の噴火ということに対しては、一応気象庁もほぼノーマークに近かった、はい、ということのようですが、まあ、これスキー場のあの山頂のところからの画像ですね、うんうん、これ見てると本当に映画見てるようで、はい、あのスキーヤーの方がこう巧みにこう、うんうん、滑っていくそのすぐそばに噴石が落ちて雪煙がボーンってまるで爆発したかのようになっていて、はい、でその方が大丈夫だったのかっていうのも確認できる状況ではなかったんですが、いずれにしましても今回のことってのはあのその草津国際スキー場にいらっしゃった方々の動画がどんどんテレビで紹介されて、うんうん、ほー今そういう時代なんだなっていうのを思いますよね。私も昨日の発生からずっとニュースを見てて国村さんと全く同じ考えを思ったんですが、最近の事件事故というのは皆さんスマートフォンで動画を撮ってそのまま送るんですね、送れるということなので、今まではあの定点カメラ、例えば国土交通省とか気象庁の定点カメラの映像のみだったんですが、特に今回のような時っていうのはもう皆さん、スマートフォンで撮ったものをどんどん提供なさるという意味では、逆に言うともう報道っていらないのかなっていう、だからカメラ取材がいけないところをたまたまそこにいらした方なんかがどんどん撮ってくる。で、やっぱり昨日、一昨日のやっぱり、首都圏の雪についてもどんどん皆さんが送ってくれる、ツイッター送ってくれる。もうテレビ局ってのは実はそういうの、あのいろんな民放も NHK もスクープボックスとかですね、そういうのがアプリがあってそこを送ってくださいっていうふうになってくるというですね。今国村さんがおっしゃったようにやっぱり今度のやっぱり草津白根噴火を見てても、ああやっぱりあの報道のありようが変わったなってのは本当思いましたね。もうあのスマホさえ持ってれば、はい、一人一人がもうカメラマンの時代なんだけど、うんうん、これがね不思議なんですけど、あのゴンドラに乗っていた方の動画見てみると、はい、どんどん 黒い煙がわーっと押し寄せていて、はい、動画なんか撮ってる場合じゃねえだろうって思っちゃうんだけども、はい、前聞いたのはなぜ動画撮るかってそういう危機に、うん、直面して、うん、何かをしていることによって自分の心の安定を図るっていう、ですから何もせずにわあやだって思ってるよりは動画撮ってた方が精神的には、うん、まあそんな、まあ、不安は不安だけども、うん、多分多少は軽減されるんじゃないかっていうのをまあ聞いたことあるんですよね、うんうん、まああのこういう形であのマスコミに送るとは別にしてですね、やっぱり皆さんこうあのすぐ、まあ古いことは写メだったり、インスタだったり、結局記録していこうっていうふうに割と気持ちの中でね、昔はカメラを取り出してみたいなのがあったんだけど、やっぱすぐちょっと記録していこうみたいな、それはどんどんものすごい大きい事故になってるっていう、これあの、4年前なんですが、やっぱり三宅さんの時もやっぱりそうでしたよね。うん、ただそういう意味では情報が非常にこう、あの、早く共有化できるという意味では、あの、みんなが記者、みんながカメラマンっていうのはある意味ではいいんですが、逆に今度、あの、いいのを撮ろうと思って前に行って犠牲になると、それはもう本当にやめていただきたいんですがね。ただ、いずれにしても、こんな不意打ち噴火っていうのは、あの、3年ちょい前ですね、御嶽山の、まあ、ものすごい犠牲が出たときそれで、観測担当気象庁なんかも発表してるんですが、やっぱり不意打ちだったと、実は観測してたのは別のもう一つの山だったというようなことが出てくると、けしからんと言えるかどうかっていうね、もっとお金実はかけなきゃいけないっていうのあるし、今あのだいたい日本でいわゆる火山と言われて、もう今死火山って言い方して、まあ、しないんですね、急火山活火山なんですが、火山と言われるのは111あって、まあ、あの行政側があるいは自治体が注目しているのは50、まあ、それはあのずっとこう観測するという形になっているということなんですが、今回のところは全くノーマークだったということなんですが、ノーマークけしからんっていうんであれば、相当のお金をさらにこれにつぎ込むということを、これはもう政府の予算繰りの問題だから、つぎ込むと、今回も自衛隊の方亡くなられてますんでね、つぎ込むっていう決断をするかどうかなんですよ。で、実際やっぱりあのこういう観測って大変な労力と人がいるわけですからね、そういうようなことをあの政府の方が決断するかどうかっていうですね、あの
これが激甚災害という、まあ、とんでもない災害に当たるかどうかは別にしても、これほど世界の中でこれほど火山が密集しているところっていうのは、火山地震噴火密集しているところって珍しいわけですから、うん、そういう意味ではやっぱ今回見たところで今111って申し上げたんですが、それ以外でもいきなりボンと出てくるところがあるやもしれないっていうことになると、私は次は今政府は何してるっていうふうに批判する気はないんですが、これからどうするというところをね、人員と機材ですね、人物金をどう予算つけるかっていうことには私はすごい関心がありますね。箱根の大涌谷のガス噴出の時に聞いた話ですよね、はいはい、我々人類っていうのは宇宙の研究というものを随分進んでるんだけど、うん、でもおそらく数の上では1億分の1しか宇宙のことは分かってないだろうと、うん、ああそうですか、じゃあ地球はどうなんですかって言ったら、表面しか分かってないんだっていう話を聞いたんですよね。実際我々がマグマというのは CG では見たことありますけど、マグマが流れてるところっていうのは、要するに今ハワイの、ハワイ山のね、はいはいはい、ハワイ島のこう溶岩、キラウエア、あの流れてくるのはあれなんだけど、うん、地下深くにあるマグマが流れてるのを見たこともないし、それは数値的にいろんな予測で、できることではあるんだけども、うん、地球そのもののこの中の方に向かっていく研究っていうのはすごく進んではいるけども、はい、1億分の1とは言わないだろうけども、1000万分の1ぐらいしかまだ分かってないよと。で、その中で、熊本の地震の時に、はい、地震の学者さんに聞いたのは、はい、日本ってのは大きなお皿が重なってる上にあって、うん、そこにまた小さなお皿が何枚も重なっているから、うんうん、どのお皿がこう崩れるかわからないんだよっていう話、うんうんうん、で火山も幹線道路はまだ一体こういう感じだろう、うん、でも横道それたところにも火山がいっぱいあって、はい、その横道の横道がどこにあって、うん、どこにつながってるのか、これがわからないっていう、これいずれわかるようになるんですかって言ったら、うーんっていうふうに、これは私もこれね、おととしだ。熊本の地震の取材に行って、一番ひどかった益城町っていうところに行って、うんはいはい、そこの横、三船町っていうところあるんですが、田んぼがきれいに50センチずれてるんです。きれいにこうずれてる。見えるわけね。ぼーっと向こうまで見えるわけ。で、言ったら、こんなところにあると思わなかったってわけです。で、あそこの益城町からずっとこう、九州の地図想像してください。あそこの一番ひどかった益城町のところからずっと、阿蘇から抜けて、今度は別府に抜けて、それで、佐多岬から四国までのやつがあるということが今回分かったってわけです。だから、活断層があるっていうのは実は、熊本では別のところの活断層ってあったんですが、益城町のところを通るやつってのは、あると言われてるけど、スパーッと四国まで通じてるのは分かった。つまり、活断層っていうのは、活断層後は分かるんですが、ここにあるというのは、東京もいっぱいありますけども、そこは過去の実例の中からこう見てくる話なんでね。で、分からないって、それはおっしゃる通りで。その地震学者とかそういう人に話を聞いたりしてると、地球を直径1メーターの大きさの地球とすると、エベレストって 0.6 ミリなんですってね。で、それが大陸というのはご存知の通り、ぐっちゃり固まったのが、ずわーっと下からマグマが、湧くことによって、ぶわーっと今の地図に分かれてったのは、ちょうど、牛乳を鍋で沸かしたときに、止めると表面に被膜できますよね、はいはい、あれが大陸なんですって。だ下の方はどうなってるかわからないっていうのが実情だと。だから今回の草津の元白根にしても、今回噴火したところはこれ多分今のところ水蒸気爆発と言われてるんだが、熱せられた水蒸気がずっと近くなって草津温泉に来てるわけですね、うん、我々はこれを恩恵を持ってるんですが、それは地震学者の人が言ったミルクを沸かした時の被膜の上で我々がいるというふうに思った時に、やっぱり自然に謙虚であるべきだし、だからこそ今
観測しなきゃいけない111の火山については私はお金かけるべきだと思ってるんですよね。まあ、今後例えばそのカメラをかあの監視カメラを設けて、はい、それを人間が目視で監視してるっていうのは限界があるんで、うん、ここに AI が登場してきてわずかなこうデータのこう狂いみたいなものが生じた場合にそれをどう我々にこの AI を使って、うん、伝えていくか、そういう時代には今もうなりつつあるということですので、うん、まあ、そういうような監視体制の強化、うん、これコントロールすることは絶対できませんから、ね、まず監視をするっていうことの強化なんでしょうが、うんうん、まあ、それにしましても、草津温泉これからでしょう、はい、スキーシーズン、はい、なぜ今っていうこともあるだろうし、箱根の、ね、方に聞いたら、うん、やっと今来てるんで、よそのところで火山ガスが出たっていうと、はい、もう人事じゃないっていう話も聞きましたけどね、うんうんうん、はい、今日は11時過ぎにこの草津から、はい、文化放送報道スポーツセンターの石森記者のレポートもあります、はいはい、次のニュースです。読売新聞からです。安倍総理大臣は2月9日に韓国で開幕する平昌冬季オリンピックの開会式に出席する意向を固めました。また韓国訪問中にムン・ジェイン大統領と会談し、慰安婦問題をめぐる日韓合意の着実な履行を直接要求する考えです。日本国内では慰安婦問題の日韓合意をめぐる韓国側の対応に反発がありますが、北朝鮮の核・ミサイル問題を踏まえ日韓両国の連携維持を重視したということです。まあ、国会などの関係で平昌オリンピックの開会式には安倍さん出ないってことは当初言われていましたけども、はい、今回は出席ということになりました、うんうん、はい。まあ、最初は抗議の姿勢ということで、慰安婦問題の解決について、まあ、向こうが空洞化を狙ってるというのはそれは違うだろうということで、まあ、抗議の意味を含めて出ないということだったんですが、まあ、招待状が来ます。それから、開会式にはやっぱり各国のやっぱり首脳が全部集まる中で、そうすると首脳が集まるという今度は、まあ、グローバルな外交の中で日韓の一つの問題だけを取り出してこないっていうふうに、まあ、実際違うとしてもそういうふうに見られることが国際社会上良くないということで日程を調整する。ただしムンジェイン大統領と会談をしてこの2015年の慰安婦問題の合意についてもう一回話をするというですね、そういうようなことを、まあ、会談を逆にセットするというようなことで、この問題去年から何回かこの番組でも取り上げてきたんですが、問題なのは、じゃあムンジェインさん自身はああいう急に強硬な姿勢をしたのは、ムンジェイン大統領の支持率7割以上の韓国国民の日本はけしからんという世論を背負っちゃってるわけですから、それを会った時に分かりましたって言われたらムンジェインさんも言えないっていうふうになると、これをどういうふうにそのこの空洞化をもう一回内実を固めるかっていうのはもっぱら私は外務省の仕事だと思うんですね。外務省がこの問題の解決について向こうの関係者とこの方向で行きましょうよというようなことを詰めていくというですね、その作業があって、文大統領と安倍晋三首相との会談がないと、会談しましたっつって今後努力しますっつったってそれダメな話であってね、やっぱそういうようなことをこうやってっていくということが必要だろうし、今ムンジェインさん自身は、まあ、昨日ソウルで北朝鮮の金正恩の肖像と北朝鮮旗を燃やしたということで、不参加を慎重に検討するって北が言い出したっていうですね、そうするとこっちの方がやっぱり韓国的にはね、やっぱりとにかく来てくれっていう、来ることで南北対話のきっかけにしようと思うんだけども、韓国国内ではなんでこっちが金払ってあいつらの奴らの滞在費やら活躍の場を与えなきゃあかんのかみたいなのも、これも国内があるという、言うと、まあ、ムンジェインさん人気がある分だけやっぱり世論に引っ張られるっていうか、やっぱそういうところってのは結構辛い立場なんだろうなとは思うんですけどね。今、二瀬さんがおっしゃった、南北合同チームを作ることに対して、
反対って言っている、はい人たちっていうのは韓国の世論調査見てみると若年層なんですよね、はいはい、でシドニーオリンピックで南北あれは夏のオリンピックでしたけど、うん、合同チームができた時は、うん、あれはあの韓国国内でも非常に友好的に、はいまあ、非常に良心的にこう捉えられていた、うん、18年前ですよ、うん、ところが今回はまあ北の脅威がどんどん増してるってこともあるんでしょうけども、はい、その若年層が、うんそのまあ、要するに北朝鮮に対しての意識というのは、うん、少なくとも例えば朝鮮戦争を経験された世代は、はいはい、まあ何とかしなきゃいけないんだ、うん、祖国統一して いずれ同胞と一緒に住みたいんだっていう意識っていうのは今薄れてるんですか。これ韓国国内でどうなんですかね、うんうん、韓国に住んでる人が時々帰ってきて話をするんですが、まあソウル戒厳令って僕ら言ってたんですが、やっぱり北の脅威まだ今の金正恩のおじいちゃんの時ですよね、うん、おじいちゃんの時にやっぱり相当緊張したことがあって、うん、防空訓練なんかやってたんですよ、うん、で僕は最初に北朝鮮行った時は夜間の外出禁止令がありましたし、やっぱり一人で歩いてると不審なものに見られるというですね、うん、というようなソウルでそういう風潮があったんですけども、この防空訓練とかその対北訓練ってだんだん空洞化してて、避難するところのここに逃げなさいっていうところがドアが閉まっちゃってるってあれですよ。だからもうそんなのはいいよっていう、特に若い人たちはそういう意識になってくると、じゃあ今度平昌オリンピックで特にやっぱりアイスホッケーですよね、南北合同チームを作るってせっかく韓国で頑張った人がまあ、レギュラーで言うと3人弾かれちゃうって、なんでそこまでしなきゃあかんのというようなね、明らかに北のアイスホッケーのレベルは低いわけですからね、その若い人たちは純粋にそのスポーツというかな、勝とうということで言うとなんでなのっていうのは出てくるでしょうね。まあ、これは、本当に氷山の一角かもしれませんが、はい、日本だってそうですよね。世論調査すると、自民党を支持してる人って、若年層多いですよね。はい、これ、一昔前だったら絶対考えられなくて、はいはい、やっぱり、高齢の方が自民党を支えていたっていうのはあったんだけど、うんうん、こういった、徐々に世論の、こう、地殻変動みたいなのが、はいはい、日本はもちろんですけど、韓国でも起きてるのかなっていう感じがします。うんうん、さて、一方、おととい22日に通常国会開幕しました、はい、でこの中で施政方針演説が行われ、これから、代表質問がありという、うん、そして今度は衆参で予算委員会が開かれていきます、うんうん、ここでまた出てきたのが与野党の質問時間の配分、はい、これどうなんですか。まあね、時間の配分っていうんだよ。今度自民党が言い出したのは、うん、予算委員会の人数で割ってみようよというですね、はいはい、今予算委員会に与野党50人かな、うん、で、野党側が15人かな、そうするとこれで35対15だから、これで予算配分で8対2でいいじゃないかって、また話が出た、うん、去年の臨時国会の時に、特別国会か、の時にはこれは前例にしないって言ったんだけども、やっぱり着実にこう押されてきてる。で、まあ、自民党の言い分で、その、予算委員会の人数で割りましょうという話で、まあ、8対2か、8対2か7対3にしようって言うんですが、これおかしな話で、予算委員会のメンバーが全員質問するわけじゃないですから、ね。50人、50人全部するわけじゃないですもんね。全然しないですからね。うん、というようなことで、なるべく、その、予算の時間を、質問時間を減らしたいっていうですね。うん、まあ、もちろん、この、今70ぐらいの法案ができて、働き方改革の問題とかいろいろあるんですが、やっぱり、盛りかけ問題について言うと、また最近内部資料が、まあ実は情報公開請求したら出てきたというのがあってね、何ないっつったのあったじゃないかっていうのとか、スーパーコンピューターに対して、まあ政府に極めて近い人が、補助金って言いますか、を詐取してたっていうね。で、盛りかけスパゲティって、盛りかけスパっていうのがね、今度スパゲティ、スパが入ってきたっていうのことがあって、やっぱりそういうのがあると、やっぱり質問時間減らしたいっていう思いがあって、いろんな論理を使って減らそうというようになってんでしょうね。なんかあからさまですよね。なんかさ、そういう意味で私はまあ今相撲界例えるとあんまりいい例になるけど、横綱相撲を取ってほしいですよね。だってそれだけ世論の支持があって議席があるんだったら、堂々と構えてやればいいのになと思いますけどね。要するにいつまで経ってもこの盛りかけスパ、はいはい、終わんないでしょ。
どっかでしっかり横綱相撲を取ってこう、うん、答えるところはちゃんと答えなきゃこうダメだなと思うんですけどね、さて3つ目です。日銀の黒田総裁は金融政策決定会合後の記者会見で、今の大規模な金融緩和を終わらせる、いわゆる出口戦略を当面検討する考えがないと改めて表明しました。目標である 2% の物価上昇の実現が遠いためで、緩和策を粘り強く続けると強調することで、金融市場の一部で浮上している近く利上げに踏み切るという早期正常化の観測を牽制した形です。黒田総裁はまた、政府と日銀が2013年にデフレ脱却に向けて取りまとめた共同声明について見直す必要はないと強調し、 2% の目標を達成する責務は日銀にあると述べました。今日二月さんに言われて、これ朝日新聞の第一線で活躍している経済人、学者ら社外の筆者が執筆している経済気象台というコラム、はい、これが面白いこと書いてあったねっていう、うん、これ株価欄の右にいつも経済気象台ってやって私読むんですがね、朝日の社論とは違う話が出てきててね、非常に面白いですね、うん、これは今のニュースで黒田総裁、出口戦略って、まあ、金融緩和5年前にその 2% の物価上昇を目標として大胆な金融緩和をしますよ。ちょっとおさらいになりますけども、金融緩和っていうのはもう国債でも何でも持ってらっしゃいと、日銀が買うからで買ったおかげどん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 、まあ、市中に回してよと。つまりお金がジャブジャブすれば100円のものがお金があるから105円になるでしょ。で、105円になれば、これで、5% の、その、物価、物価が上がりますよと。で、インフレになるから。というようなことをやってきたんですが、その 2% の物価目標を掲げて、それで金融緩和を閉じるかどうかということで言うと、2% の達成っていうのは、達成できましたか？いや、まだです。まだです。っていうのは、6回、まだです。っていうのは繰り返してるわけです。そうすると、金融緩和の出口戦略ってみんな気にしてるのは、金融緩和終わったのが出口となると、そうすると、今のマイナス金利から、その、出口になると金利上げるわけですよね。マイナス金利からゼロ、ゼロからまたその上のプラス金利ですよ。まあ、本来正常な形になる。そうすると、市中にっていうか、まあ、要するに普通にやるよりも、あ、なに、金利上がるんだったらまた銀行入れた方がいいよね、つって、ジャブジャブお金がなくなるということで、金融政策を正常にしようと。ところが、みんな今借金をしてるもんですから、金利が上がると住宅ローンとか銀行から借りて事業やってる人は、返済がものすごくきつくなるわけね。それと同時に国債の値段がボーンと下がってしまうというですね、それが出口いつ持ってくるかによって経済の潮目が変わるってこうみんな見てるわけですよ、うん、で昨日のその、日銀の、金融政策決定会合というどうしましょうかという会議の中で決まったのは、当面出口を検討することはしませんと、当面続けますよ、でデフレからまだ脱却してないというようなことだということなんですが、さあ、先ほど国丸さんが言った朝日新聞の経済株式欄にある経済気象台というのは面白いことが書いてあってですね、こういうことが書いてあるんです。現在デフレですかと質問されたら、どのくらいの国民がデフレと答えるだろうと。いやデフレでしょうと。だって政府はデフレ脱却に向けてというふうに言ってるじゃないですかと。で、うちの、まあ、例えば、会議とか、いろんな経済のところで、デフレを脱却向けて、我が社も、とかね、我が社の企業とか、奥さんに、旦那さんが、ちょっと小遣いあげてよ、何言ってんの、デフレの時に。あんたの給料が、何言ってんのよ。デフレって分かってないの？みんなデフレデフレって言ってるけど、本当にデフレなの？というのが、今日の朝日のコラムなんですが、デフレの定義とは、こう書いてある。物価が持続的に下落する状態、どん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 下がってるのはデフレですよと。じゃあ今の消費者物価の、規定からするとどうなってるのかというと、2013年以降、つまりこの金融緩和が始まって、だいたい物価は横ばいか若干プラスになってると。
つまりデフレという定義で言うと物価が持続的に下落する状況ではもうありませんということなんですよ。つまりそうすると、日銀も一昨年か物価の持続的下落という意味でのデフレはなくなったというふうにはコメントしてるわけですよ。だったら出口を作ればいいじゃないのと、デフレじゃないんだからと。で今日銀が今言ってる出口の議論を今度止めるためにデフレ脱却してないということを周りに言わしてるんじゃないかと。そうすると今の経済状況はデフレじゃないとすると何でしょうという話なんですよ。で今皆さん景気回復の時間今こう話してて何言ってんのって思われる経済学者でもうこれがもろもろ状態だっていう人も景気が回復したんだっていう人もいます。だって景気回復したっていうことで言えば景気拡大してるのはもうイザナギ勝つのイザナギを超えてますよと安倍さんも言ってますよね。税収企業が儲かったお金の税金について言うともう59兆円集まってなんと27年ぶりに企業ってのはいいんですよと。株見てごらんなさい、こんな上がってるじゃない。だから景気が良くなったっていうふうに安倍さんは言ってるわけですよ。ところが出口戦略はまだしませんというところはまだ出口が見えてませんという話ってこのちぐはぐは何ですかっていうことなんですが、簡単に言いますとなんで我々普通の人に実感がないか。デフレって言われたらそうだよね、神さんから給料上げないのはデフレのせいよってくしゃっとなっちゃうというのは何かというと、実は実質的な賃金っていうのはこれ安倍政権ができてから5年以上経つんですが 4% 下落してるのね。 4% 下落をしてるわけで、個人消費買う力も落ちてるわけです。それなぜかというと今企業ってのはものすごく決算が良くて、で大体内部留保儲けたお金を貯め込むの、まあ簡単に言えば内部留保が400兆を超えました。だから昨日、経団連も、連合も 3% を目指します、賃上げは 3% 目覚めしますって、それ内部留保出してくださいよって言うんですが、一昨日の NHK の世論調査、企業調査でいうと 3% 上げる企業は100社のうち3社って出てるわけで、じゃあなんで内部留保出さないかっていうと、リーマンショックとかバブルの経験があるから、今この内部留保した分っていうのは、内部留保っていうのは2つの使い道があって、まあ、3つあるな。1つは、給料に還元すること、もう一つは設備投資、例えばメーカーさんだったら工場を作って、例えば、ウーロン茶を100本すると200本増留するという設備投資をするってあるんですが、200本作ってまたリーマンショック来たら怖いから設備投資もできない。だから銀行に内部留保で貯め込む。そうするとデフレ脱却というのは物を買いたいという、我々が物を買いたいね、ウーロン茶が100円なのか105円で物買いたいわと、給料上がったんだもんというふうにならないと本当の意味でのその景気回復にならないんです。経済指標でいうとデフレは終わってます。安倍さんが言うように好景気です。じゃあなんで我々が実感がないのかっていうと、給料が上がらない上に将来不安で年金で暮らせんのかしら、医療費も上がったよねというふうになってきた時の買い控えっていうですね、これは実は私は構造的な今の経済上では構造的な問題だというふうに思うんですよね。まあ、黒田さんの気持ちになってみれば、はい、出口戦略を考えますよっていう考えようかななんてことを言うと、金利上がんぞって言ってわーってみんな言っちゃうから、この出し方もね、難しい、メッセージの出し方も難しいところはあるんですけども、今のままではいずれ傷口塞がずにどんどん血流れてる状況ですから、果たしてどうなっていくのかなっていうところはあると思います。この話また、ずっと継続できると思いますんで、はい、伺います。水曜日の深読みジャパン、コメンテーターは二月博隆さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。にこの AI を使って伝えていくか、そういう時代には今もうなりつつあるということですので、まあそういうような監視体制の強化、これコントロールすることは絶対できませんから、ね、まず監視をするっていうことの強化なんでしょうが、まあそれにしましても、国策温泉これからでしょう、はい、スキーシーズン、はい、なぜ今っていうこともあるだろうし、箱根のね、方に聞いたら、やっ
と身に巻きてるんで、よそのところで火山ガスが出たっていうと、はい、もう人事じゃないっていう話も聞きましたけどね。はい。今日は11時過ぎに、この草津から、はい、文化放送報道スポーツセンターの石森記者のレポートもあります。はい。はい、次のニュースです。読売新聞からです。安倍総理大臣は2月9日に韓国で開幕する平昌冬季オリンピックの開会式に出席する意向を固めました。また韓国訪問中にムン・ジェイン大統領と会談し、慰安婦問題をめぐる日韓合意の着実な履行を直接要求する考えです。日本国内では慰安婦問題の日韓合意をめぐる韓国側の対応に反発がありますが、北朝鮮の核・ミサイル問題を踏まえ、日韓両国の連携維持を重視したということです。まあ、国会などの関係で平昌オリンピックの開会式には安倍さん出ないっていうことは当初言われていましたけども、はい、今回は出席ということになりました。はい。まあ、最初は抗議の姿勢ということで、慰安婦問題の解決について、まあ、向こうが空洞化を狙ってるというのはそれは違うだろうということで、まあ、抗議の意味を含めて出ないということだったんですが、まあ、招待状が来ます。それから、開会式にはやっぱり各国のやっぱり首脳が全部集まる中で、そうすると首脳が集まるという、今度はまあグローバルな外交の中で日韓の一つの問題だけを取り出してこないっていうふうに、まあ、実際違うとしても、そういうふうに見られることが国際社会上良くないということで日程を調整する。ただし、ムンジェイン大統領と会談をして、この2015年の慰安婦問題の合意についてもう一回話をするというですね、そういうようなことを、まあ、会談を逆にセットするというようなことで、この問題、去年から何回かこの番組でも取り上げてきたんですが、問題なのは、じゃあ、ムンジェインさん自身は、ああいう急に強硬な姿勢をしたのは、ムンジェイン大統領の支持率7割以上の韓国国民の日本はけしからんという世論を背負っちゃってるわけですから、それを会った時に分かりましたって言われて、ムンジェインさんも言えないっていうふうになると、これをどういうふうに、この空洞化をもう一回内実を固めるかっていうのは、もっぱら私は外務省の仕事だと思うんですね。外務省がこの問題の解決について向こうの関係者とこの方向で行きましょうよというようなことを詰めていくというですね、その作業があって、文大統領と安倍晋三首相との会談がないと、会談しましたっつって今後努力しますっつったってそれダメな話であってね、やっぱそういうようなことをこうやってやっていくということが必要だろうし、今ムンジェインさん自身は、まあ、昨日ソウルで北朝鮮の金正恩の肖像と北朝鮮旗を燃やしたということで、不参加を慎重に検討するって北が言い出したっていうですね。そうするとこっちの方がやっぱり韓国的にはね、やっぱりとにかく来てくれっていう、来ることで南北対話のきっかけにしようと思うんだけども、韓国国内ではなんでこっちが金払ってあいつらの奴らの滞在費やら活躍の場を与えなきゃあかんのかみたいなのも、これも国内があるという言うと、まあムンジェインさん人気がある分だけやっぱり世論に引っ張られるっていうか、やっぱそういうところってのは結構辛い立場なんだろうなとは思うんですけどね。今二つさんがおっしゃった南北合同チームを作ることに対して反対って言っている、はい、人たちっていうのは韓国の世論調査を見てみると若年層なんですよね、はいはい、でシドニーオリンピックで南北あれは夏のオリンピックでしたけど、うん、合同チームができた時は、うん、あれは韓国国内でも非常に友好的に、はい、まあ、非常に良心的にこう捉えられていた、うん、18年前ですよ、うん、ところが今回はまあ北の脅威がどんどん増してるってこともあるんでしょうけども、はい、その若年層が、うん、まあ、要するに北朝鮮に対しての意識というのは、うん、少なくとも例えば、朝鮮戦争を経験された世代は、はいはい、まあ、なんとかしなきゃいけないんだ、うん、祖国ど、うん、統一して、いずれ同胞と一緒に住みたいんだっていう意識っていうのは今、薄れてるんですか、これ、韓国国内でどうなんですかね。うんうん、韓国に住んでる人が時々帰ってきて話をするんですが、まあ、ソウル戒厳令って僕ら言ってたんですが、やっぱり北の脅威、まだ今の金正恩のおじいちゃんの時ですよね、おじいちゃんの時にやっぱり相当緊張したことがあって、防空訓練なんかやってたんですよ。で僕は最初に
北朝鮮行った時は夜間の外出禁止令がありましたし、やっぱり一人で歩いてると不審なものに見られるというですね、というようなソウルでそういう風潮があったんですけども、この防空訓練とかその大気訓練ってだんだん空洞化してて、避難するところのここに逃げなさいっていうところがドアが閉まっちゃってるってわけですよ。だからもうそんなのはいいよっていう、特に若い人たちはそういう意識になってくると、じゃあ今度ピョンチャンオリンピックで特にやっぱりアイスホッケーですよね、南北合同チームを作るって、せっかく韓国で頑張った人が、まあ、レギュラーで言うと3人弾かれちゃうって、なんでそこまでしなきゃあかんのというようなね、明らかに北のアイスホッケーのレベルは低いわけですからね、その若い人たちは純粋にそのスポーツというかな、勝とうということで言うと、なんでなのっていうのは出てくるでしょうね。まあ、これは、本当に氷山の一角かもしれませんが、はい、日本だってそうですよね。世論調査すると、自民党を支持してる人って、若年層多いですよね。はい、これ。により、現在最大30分程度の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他の JR 私鉄各線は、おおむね平常通り運転しています。それでは、国丸ジャパン極み、今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン。辰木さん、今日は、はい、草と白根さんの噴火の出口から金融緩和の出口まで、はい、3台お願いします。そして10時台11時台の極みシアター、今日のゲストは2018年最初のご出演、月1レギュラーご意見番の小倉智昭さん。いつものようにフジテレビで特ダネの生放送が終わって文化放送に向かってきますが、道路の状況大丈夫ですか？レインボーブリッジは今日通ってますけどもね、まあいらっしゃるでしょう。いただきましょう。最近気になるニュース、そして来月開幕の平昌オリンピックについても語っていただきます。さらに12時過ぎは5つの極み、水曜日は洋楽ジャパン X、 今日は萩原健太さんが登場します。知られざる70年代英国シンガーソングライターズをお届けします。国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。FM916、AM1134 でお楽しみください。最初のコーナーは深読みジャパンです。1月24日水曜日、時刻は9時8分です。文化放送、国丸ジャパン、極み、深読みジャパンです。水曜日コメンテーターは、二月博隆さんです。このニュースから参ります。昨日午前に起きた群馬県草津町の草津白根山の元白根山の噴火で、警察や地元消防などは今日、噴石や灰が降り積もった草津国際スキー場で現場の状況を確認します。また国土交通省は専門家3人を派遣し、灰の降る範囲などについて上空からヘリコプターで調査します。噴火は昨日午前9時59分ごろ発生し、麓にある草津国際スキー場で雪上訓練中だった陸上自衛隊の49歳の男性隊員が死亡したほか、他の隊員7人とスキー客ら4人の合わせて11人も重軽傷を負いました。いずれも噴石による被害とみられます。これ当初情報が錯綜していて、まずはスキー場で雪崩が起きたっていうのが第一報で、その後も本当に時間を置かずに、今度は噴火したっていう、関連性は何だ、まあ、最終的には噴火があって噴石が飛んで49歳の陸上自衛隊員の方がお亡くなりになった、これは大きな噴石が、まあ、体直撃したんじゃないかということなんですが、まあ、いずれにしましても、この元白根山の噴火ということに対しては、一応気象庁もほぼノーマークに近かった、ということのようですが、まあ、これスキー場の山頂のところからの画像ですね。これ見てると本当に映画見てるようで、スキーヤーの方がこう巧みにこう、滑っていく、そのすぐそばに噴石が落ちて雪煙がボーンって、まるで爆発したかのようになっていて、で、その方が大丈夫だったのかっていうのも確認できる状況ではなかったんですが、いずれにしましても、今回のことってのは、その草津国際スキー場にいらっしゃった方々の動画がどんどんテレビで紹介されて、今そういう時代なんだなっていうふうに思いましたけどね。
私も昨日の発生からずっとニュースを見てて、国村さんと全く同じ考えを思ったんですが、最近の事件事故というのは皆さんスマートフォンで動画を撮ってそのまま送るんですね。送れるということなので、今までは定点カメラ、例えば国土交通省とか気象庁の定点カメラの映像のみだったんですが、特に今回のような時っていうのはもう皆さん、スマートフォンで撮ったものをどんどん提供なさるという意味では、逆に言うともう報道っていらないのかなっていう、だからカメラ取材がいけないところをたまたまそこにいらした方なんかがどんどん撮ってくる。でやっぱり昨日一昨日のやっぱり、首都圏の雪についてもどんどん皆さんが送ってくれる、ツイッター送ってくれる。もうテレビ局っていうのは実はそういうの、いろんな民放も NHK もスクープボックスとかですね、そういうのがアプリがあって、そこを送ってくださいっていうふうになってくるというですね、今国村さんがおっしゃったようにやっぱり今度のやっぱり草津知らない噴火を見てても、ああやっぱり報道のありようが変わったなってのは本当思いましたね。もうスマホさえ持ってれば、はい、一人一人がもうカメラマンの時代なんだけど、うんうん、これがね不思議なんですけど、ゴンドラに乗っていた方の動画見てみると、はい、どんどん黒い煙がわーっと押し寄せていて、はい、動画なんか撮ってる場合じゃねえだろうって思っちゃうんだけども、うん、前聞いたのはなぜ動画撮るかって、そういう危機に、うん、直面して、うん、何かをしていることによって自分の心の安定を図るっていう、ですから何もせずにわあやだって思ってるよりは動画撮ってた方が精神的には、うん、まあそんな、まあ、不安は不安だけども、うん、多少は軽減されるんじゃないかっていうのを、まあ聞いたことあるんですよね。まあ、こういう形で、マスコミに送るとは別にしてですね、やっぱり皆さんこう、すぐ、古いことは写メだったり、インスタだったり、結局記録していこうっていうふうに割と気持ちの中でね、昔はカメラを取り出してみたいなのあったんだけど、やっぱすぐちょっと記録していこうみたいな、それがどんどんものすごい大きい事故になってるっていう、これは4年前なんですが、やっぱり御嶽山の時もやっぱりそうでしたよね。うん、ただそういう意味では情報が非常にこう、早く共有化できるという意味では、みんなが記者、みんながカメラマンっていうのはある意味ではいいんですが、逆に今度、いいのを撮ろうと思って前に行って犠牲になると、それはもう本当にやめていただきたいんです。1月24日水曜日です。 FM916 AM1134 ラジコプレミアムで、今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます。野村国丸です。おはようございます。鈴木純子です。水曜日のコメンテーターはジャーナリストの二月弘隆さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日はいいお天気でこのスタジオにも日が差し込んでいますけども、しかし気温が今浜松町で 5.4 度、低いですから寒いですよね。寒いですよね、はい、ですんで、まだ路面凍結のところがあちこちあるんでしょうけども、はい、リスナーの皆さんも結構多くの方が雪かきをされたと思います、うん、私も当然のように、玄関に雪かきのスコップが置いてありましたね。やれってことなんですよ。もう準備してくださいね。はいはいはい、やらせてもらいましたけど、うん、近所でみんなこう出てくるんでやってるんで、うちだけちょっと後でっていう雰囲気にはならないですよね。そうか、一軒だけそこだけあると武将なうちがってなっちゃうんだ。ね、それからそのお住まいの方の年代が大体同じぐらいならまだいいんでしょうけども、うん、うちなんかの場合ビバリーヒルズでね、古くからの超高級住宅街ですから、要するに、お年寄りが多いんですよ。そうなるとそのお年寄りの お宅の前の雪をじゃあ誰がやるんだってことになるとまだらになっちゃうんだよね、うん、そこだけはちょっと雪残ってる。で昨日一応うちの前の、うん、私ずいぶん若い旦那が大変ですね営業職って
朝4時から取引先の雪かきをずーっとやってたんですよ。はあ、で、4時ぐらいですか、やっとうちの雪かきができますよって言ってますけどね、朝4時からやってる、一日中うまいのだから。あ、もう容量がもうカンコンピシャカンコンピシャジヤーって、これがまあ見事なもんでしたね。まあそのね、若い旦那と一緒にあの隣のうちもちょっとこうお手伝いさせていただきましたけどね、まあ今あちらこちらの高速道路でもいまだにまだ首都高もねちょっと麻痺状態に近い感じになってますんで、今日のメッセージテーマ、雪その後。雪その後、まああの年にね大雪降るってそうそうないんで、そのたんびに備えは一応スコップとかは買っておくけども、それ以外例えば融雪剤とか売ってるんですけど、どうしようかなとかね考えちゃうところありますよね。ね、あのまあお家の前もあるんですが、通勤通学ですよね。はい、おとといのすごい混みようというですね。はい、まあ私の住んでるとこももう夕方4時で早く帰ってねって言うんですが、4時に帰る人がいっぱい今度集まっちゃうっていうね。ところ時間差攻撃、それでもあれだけ降っていく、昨日は昨日で皆さん早く出られたと思うんですけども、やっぱり凍結してるところがある。そんなに長靴持ってるかってそうでもないしね、革靴のひらべったい靴底だったら滑るしね。であのバスのチェーンはいつ外すんでしょうね、あれ、はい、まさによるですよ。そうですね、あドライバーさんに裁量を任せちゃってるのかね、路線によるんじゃないですか、路線でしょうね。だからあのここずっとないよな雪ってとこでもチェーン使ってるけども、そこはちょっとその幹線道路から外れたところを走る予定のバスはドライバーさんにやっぱ任すのがね、うまいもんですね。チェーン外すの見てましたけど昨日ずっと暇ですね。神奈川中央交通淵野辺駅前で、でも NHC なんかでもチェーンを巻いてっていうけど、じゃあ果たして皆さんチェーン持ってんのかなというね、チェーンの巻き方だってそれなりに技術いりますからね。そうですね、うん、私はジャッキアップもよく昔やってましたけどね、ジャッキアップしなくてもできるんだってけど、ジャッキアップしないでやってたら緩む、うん、まあスタッドレスタイヤっていうのは今ありますからね、はい、でも過信しちゃいけないってこともあるでしょうが、うん、雪その後ということで、うん、今町は雪景色になっていますが、その辺での昨日に続いて引きこもごも、はい、いいこともあれば、はい、ね、辛いこともあるということで、うん、リスナーさんお一人お一人の雪その後教えてください。それから後で純ちゃんに紹介してもらいますけど、はい、日本海側はもうこれは記録的な大雪になってますんで、はい、ご実家がある方で、うん、ご両親あるいはもうねお父さんだけお母さんだけ、はい、おじいちゃんだけおばあちゃんだけの方はちょっとこれ心配でしょうな。北陸は24時間で最大1メートルの積雪が予想されていて、さらにその先の24時間で7、80センチということなんで、2日で170から180の積雪の可能性もあると、ありますね。ですので、まあ、これから行かれる方もそうでしょうけど、はい、ふるさとが日本海側って方はちょっと心配でしょう、はい、雪その後でファックスメールお寄せください。ファックスは03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。メッセージをいただいた方の中からお一人の方には塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントいたします。今朝の鉄道の情報です。秋田新幹線小町6号は大雪の影響、もう一昔前だったら絶対考えられなくて、はいはい、やっぱり高齢の方が自民党を支えていたっていうのはあったんだけど、うんうん、こういったあの徐々に世論のこう地殻変動みたいなのが、はいはい、日本はもちろんですけど韓国でも起きてるのかなっていう感じがします、うんうん、さて一方、おととい22日に通常国会開幕しました、はい、でこの中で施政方針演説が行われ、これから、代表質問がありという、うん、そして今度は衆参で予算委員会が開かれていきます、うんうん、ここでまた出てきたのが与野党の質問時間の配分、はい、これどうなんですか。まあね、時間の配分っていうんだよ。今度自民党が言い出したのは、
予算委員会の人数で割ってみようよというですね、はいはい、今予算委員会に与野党50人かな、で、野党側が15人かな、そうするとこれで35対15だから、これで予算配分で8対2でいいじゃないかってまた話が出た。去年の臨時国会の時に、特別国会か、の時には、これは前例にしないって言ったんだけども、やっぱり着実にこう押されてきてる。で、まあ自民党の言い分で、その、予算委員会の人数で割りましょうという話で、まあ8対2か、8対2か7対3にしようって言うんですが、これおかしな話で、予算委員会のメンバーが全員質問するわけじゃないですから、ね。50人、50人全部するわけじゃないですもんね。全然しないですからね。うん、というような、ことで、なるべく、その、予算の時間を、質問時間を減らしたいっていうですね。まあもちろん、この、今70ぐらいの法案ができて、働き方改革の問題とか、いろいろあるんですが、やっぱり、盛りかけ問題について言うと、また最近、その、内部資料が、まあ実は、情報公開請求したら出てきたというのがあってね、何ないって言ったのあったじゃないか。っていうのとか、スーパーコンピューターに対して、まあ、政府に極めて近い人が、補助金って言いますか、を詐取してたっていうね。で、盛りかけスパゲティって、盛りかけスパっていうのがね、今度スパゲティ、スパが入ってきたっていうのことがあって、やっぱそういうのがあると、やっぱり質問時間減らしたいっていう思いがあって、いろんな論理を使って減らそうというようになってんでしょうね。なんかあからさまですよね。なんかさ、そういう意味で私はその、まあ今相撲界で例えるとあんまりいい例になるので、横綱相撲を取ってほしいですよね。だってそれだけ世論の支持があって議席があるんだと、堂々と構えてやればいいのになと思いますけど ね、 ですよね。要するにいつまでたってもこの盛りかけスパ、はいはい、終わんないでしょ。どっかでしっかり横綱相撲を取ってこう、うん、答えるところでちゃんと答えなきゃこうダメだなと思うんですけどね、さて3つ目です。日銀の黒田総裁は金融政策決定会合後の記者会見で、今の大規模な金融緩和を終わらせる、いわゆる出口戦略を当面検討する考えがないと改めて表明しました。目標である 2% の物価上昇の実現が遠いためで、緩和策を粘り強く続けると強調することで、金融市場の一部で浮上している近く利上げに踏み切るという早期正常化の観測を牽制した形です。黒田総裁はまた、政府と日銀が2013年にデフレ脱却に向けて取りまとめた共同声明について、見直す必要はないと強調し、2% の目標を達成する責務は日銀にあると述べました。今日、二月さんに言われて、これ朝日新聞の、第一線で活躍している経済人、学者ら、社外の筆者が執筆している経済気象台というコラム、はい、これが面白いこと書いてあったねっていう、うん、これ株価欄の右にいつも経済気象台ってやって私読むんですがね、朝日の社論とは違う話が出てきててね、非常に面白いですね。これは今のニュースで黒田総裁、出口戦略って、まあ、金融緩和5年前にその 2% の物価上昇を目標として大胆な金融緩和をしますよ。ちょっとおされになりますけども、金融緩和っていうのはもう国債でも何でも持ってらっしゃいと、日銀が買うからで買ったおかげでどんどん、まあ、市中に回してよと。つまりお金がジャブジャブすれば100円のものがお金があるから105円になるでしょ。で105円になればこれで、5% のその物価が上がりますよと。でインフレになるからというようなことをやってきたんですが、その 2% の物価目標を掲げて、それで金融緩和を閉じるかどうかということで言うと、 2% の達成っていうのは達成できましたか、いやまだです、まだですっていうのは6回まだですっていうのを繰り返してるわけです。そうすると金融緩和の出口戦略ってみんな気にしてるのは、金融緩和終わったのが出口となると、そうすると今のマイナス金利からその出口になると金利上げるわけですね。マイナス金利からゼロ、ゼロからまたその上のプラス金利ですよ。まあ本来正常な形になる。そうすると市中にっていうか、まあ要するに普通にやるよりも、あ、何金利上げるんだったらまた銀行入れた方がいいよねっつって、ジャブジャブお金がなくなるということで、金融政策を正常にしようと。ところが
みんな今借金をしてるもんですから、金利が上がると住宅ローンとか銀行から借りて事業やってる人は返済がものすごくきつくなるわけね。それと同時に国債の値段がボーンと下がってしまうというですね、それが出口いつ持ってくるかによって経済の潮目が変わるってこうみんな見てるわけですよ。で、昨日のその、日銀のあの金融政策決定会合というどうしましょうかという会議の中で決まったのは、当面出口を検討することはしませんと、当面続けますよ。で、デフレからまだ脱却してないというようなことだということなんですが、さあ、先ほど国丸さんが言った朝日新聞の経済株式欄にある経済気象台というのは面白いことを書いてあってですね、こういうことがですがね、ただいずれにしてもこんな不意打ち噴火っていうのは、3年ちょい前ですね、御嶽山の、まあ、ものすごい犠牲が出たとき、それで、観測担当、気象庁なんかも発表してるんですが、やっぱり不意打ちだったと。実は観測してたのは別のもう一つの山だったというようなことが出てくると、けしからんと言えるかどうかっていうね、もっとお金実はかけなきゃいけないっていうのがあるし、今、大体日本でいわゆる火山と言われて、もう今死火山って言い方はしないんですね、旧火山核火山なんですが、火山と言われるのは111あって、行政側があるいは自治体が注目しているのは50、まあ、それはずっとこう観測するという形になっているということなんですが、今回のところは全くノーマークだったということなんですが、ノーマークけしからんって言うんであれば相当のお金をさらにこれにつぎ込むということを、これはもう政府の予算繰りの問題だからつぎ込むと、今回も自衛隊の方亡くなられてますんでね、これつぎ込むっていう決断をするかどうかなんですよ。で、実際やっぱりこういう観測って大変な労力と人がいるわけですからね、そういうようなことを政府の方が決断するかどうかっていうですね、これが激甚災害という、もうとんでもない災害に当たるかどうかは別にしても、これほど世界の中でこれほど火山が密集しているところっていうのは、火山地震噴火密集しているところって珍しいわけですから、そういう意味ではやっぱ今回見たところで今111って申し上げたんですが、それ以外でもいきなりボンと出てくるところがあるやもしれないっていうことになると、私は次は今政府は何してるっていうふうに批判する気はないんですが、これからどうするというところをね、人員と機材ですね、人物金をどう予算つけるかっていうことには私はすごい関心がありますね。箱根の大涌谷のガス噴出の時に聞いた話ですよね、はい、我々人類っていうのは宇宙の研究というものを随分進んでるんだけど、うん、でもおそらく数の上では1億分の1しか宇宙のことは分かってないだろうと、うん、ああそうですか、じゃあ地球はどうなんですかって言ったら、表面しか分かってないんだっていう話を聞いたんですよね。実際我々がマグマというのは CG では見たことありますけど、マグマが流れてるところってのは、要するに今、ハワイの、ハワイ山のね、ハワイ島の、こう、要は、キラウエア、流れてくるのはあれなんだけど、地下深くにあるマグマが流れてるのを見たこともないし、それは数値的にいろんな予測で、できることではあるんだけども、地球そのもののこの、中の方に向かっていく研究っていうのはすごく進んではいるけども、はい、1億分の1とは言わないだろうけども、1000万分の1ぐらいしかまだ分かってないよと。で、その中で、熊本の地震の時に、はい、地震の学者さんに聞いたのは、はい、日本ってのは大きなお皿が重なっている上にあって、うん、そこにまた小さなお皿が何枚も重なっているから、うんうん、どのお皿がこう崩れるかわからないんだよっていう話、うんうんうん、で火山も幹線道路はまだ一体こういう感じだろう、うん、でも横道それたところにも火山がいっぱいあって、はい、その横道の横道がどこにあって、うん、どこにつながってるのか、うんうん、これがわからないっていう、これいずれわかるようになるんですかって言ったら、うーんっていうふうに、これは私もこれね、おととしだ、熊本の地震の取材に行って一番ひどかった益城町っていうところに行って、うん、はいはい、そこの横三船町っていうところがあるんですが、田んぼがきれいに50センチずれてるんですきれいにこうずれてる、見えるわけね、ぼーっと向こうまで見えるわけで、言ったら
こんなところにあると思わなかったってやつ。で、あそこの益城町からずっとこう、九州の地図想像してください。あそこの一番ひどかった益城町のところからずっと、阿蘇から抜けて、今度は別府に抜けて、それで、佐多岬から四国までのやつがあるということが今回分かったんです。だから、活断層があるっていうのは実は、熊本では別のところの活断層ってあったんですが、益城町のところを通るやつってのは、その、あると言われてるけど、スパーッと四国まで通じてるのは分かった。つまり、活断層っていうのは、活断層跡は分かるんですが、ここにあるというのは、東京もいっぱいありますけども、そこは過去の実例の中からこう見てくる話なんでね。で、分からないって、それはおっしゃる通りで。まあ、その地震学者とかそういう人に話を聞いたりしてると、地球を直径1メーターの大きさの地球とすると、エベレストって 0.6 ミリなんですってね。で、それが大陸というのはご存知の通り、ぐっちゃり固まったのがずわーっと下からマグマが、湧くことによって、ぶわーっと今の地図に分かれてったのは、ちょうど、牛乳を鍋で沸かしたときに、止めると表面に被膜できますよね。あれが大陸なんですって。だ下の方はどうなってるかわからないっていうのが実情だと。だから今回の草津の元白根にしても、今回噴火したところは、これ多分今のところ水蒸気爆発と言われてるんだが、熱すられた水蒸気がずっと近くなって、草津温泉に来てるわけですね。我々はこれを恩恵を持ってるんですが、それは地震学者の人が言ったミルクを沸かした時の被膜の上で我々がいるというふうに思った時に、やっぱり自然に謙虚であるべきだし、だからこそ今観測しなきゃいけない111の火山については私はお金かけるべきだと思ってるんですよね。まあ今後例えばそのカメラを監視カメラを設けて、はい、それを人間が目視で監視してるっていうのは限界があるんで、うん、ここに AI が登場してきてわずかなこうデータのこう狂いみたいなものが生じた場合にそれをどう我々に